さあそれでは早速ゲストにご登場いただきましょう。今年大ブレイクを果たした子役の長尾優乃さん、そしてザ・ W2023 優勝者紅生姜のお二人です。どうぞ。ルンパロバディティ、悲しいお話ししてあげよう。ウンパルンパルバディティ、お利口さんなら聞きなさい。よできました。危なかったたどり着かへんとこだ。危なかったねということで、素敵なダンスと歌でご登場いただきました、皆さんも今年は大活躍で夢を叶えた年といっても過言ではないんじゃないかなと思うんですが、夢を叶える秘訣、こちらも伺いたいと思います。長尾さんいかがですか？なんか声に出せば、言ったことは本当になるので、言って言います、はい、あ、これをやりたい、これになりたいということを口に出して言う、はい、それが大事。あと起きた時に、はい、今日は絶対にいい日になるぞって、自分で大きい声で言うんですか？そうやったらいいことがずっとなりますね。うわ素晴らしいですね。そしたらいい毎日が続いて夢に近づいていくよという。はい、うわーわ、この答えの後やめてくださいよ。本当にそうですよ、本当にそうです。もう芸人として言ってはいけないですけど、ほんまにゆのちゃん最後に全部喋ってほしくない。本当に完璧に、ね、夢を叶える秘訣。確かに忘れてたことですよね、それを口にしたりするというのは。そうですよね。確かにありがとう。熊本さんでもこうしてますよ、夢を叶える秘訣これっていうのありますか？そうですね、今年のザ・ W という大会で優勝させていただいたんですけれど、はい、5回目ということで、いろいろね願掛けじゃないですけれども、なんか過去やってきたんですけれども、結局勝つなんじゃないかということで、でももう5回目なので1枚じゃあかんと思って、前日から5枚勝つ食べました。だけでしょ、その願掛けじゃないやん。願掛けでだからそれぐらい気持ちを強く持って、だからやっぱ1枚では無理でしたけど5枚食べたらいけました。そしたら優勝に。結構もうほんますごいうぷうぷしてたけどいけました。素晴らしいですね、稲田さんいかがでしょうか？これ何でしたっけ？あ、夢を叶える夢を叶えるかつ5枚ね、私はその勝ちたいなとか、その、W 勝ったのをまだ負けてる時に、その優勝したいなとか思うんじゃなくても、優勝するっていうことを言い方変えて、信頼する人にずっと口にしてたんですよ。優勝するから見ててほしいっていう、そしたら絶対負けられない状況が作るんでっていうのと、日々のルーティーンを私は変えない派なので、前日も、スナック深夜2時ぐらいまで行ってたんで、そういうのは変えずにやるっていうの、はい、ちょっと、はい、そのルーティンを守って、ルーティンを守るっていう、もう声も枯れずに、素晴らしい、声も、枯れずに、はい、ゆのちゃんとは逆のことを言っていきます私は。ごめんね本当に、すごいですね。ゆのちゃんに棒読みのすごいです、言わさんといてよ。朝の習慣と夜の習慣をね、それぞれ教えていただいたということで、いやありがとうございます。